ああ、もうすぐ夜か。やっと夜になったな。準備済ませて私さんとこに行くか。まあそうなんだよね。ああ、ティップス。預金について。見ようか。メール30件。ああ、これ全部説明なんだ。人間力。あ、預金について。コンビニにある ATM に所持金を預けることができますと。預けた所持金は引き出さない限り減らないので、全滅した時も減ることはありません。ああ、なるほど。バトルで負けるとお金減らされるんだ。いや、まあ、それはいいんだけどね。まあ、2万か3万ぐらいあればさ、まあ、日卓かマルハンによって、まあ、ゴッドでも回すんだけどね。まだね、バトルでもらえるのが数百円レベルなんだよな。あれ？足立さんどこだ？ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ソーリー、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いのよさ。おー、こら、見つけたで。もう逃げさんぞ、こら。大見連合、くそ、こんな時に。え、あれ、日光方、どない落とし前つける気。 Who are you？ どちらさん。だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。ははは、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。売却で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合舐めとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった。あ、ちょ、待ってください。こいつ、赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ、ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい。ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。ぐちゃぐちゃ抜かしよって、いてまうとこら。
やってもらえ、やってやるぜ。うん、俺の番だな。まあでもただのバトルだからな。行くぜ。あ、こいつは硬い。これや、俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。はい、あ、硬い。でも、もう一発か。なめんなよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。うい。よっしゃ、勝ちだ。あー、ようやく5000円だ。痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。1番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ハハ、ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺しだ。おっと、そうなのかい。それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。
まあ多分サブイベでなんか使うんだろうな。なんだよ今のあいつは。俺の初めてのメルトムだよ、足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせつったのはあんただろう。いやちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ったく。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。ああなるほど、準備しろってか。まあ準備も何もないんだよね。まあレベル上げしてもいいんだけど、今レベル6でしょ。まあ別にもう直で行っていいんじゃないかな。まだプロローグだもんね。おい、ああ防具か。そういうことか。じゃあもう少し待ってくれい。なんかね、買える防具買いましょうか。武器とかね。いらっしゃいませ。今5000円でしょ。まあヘルメットか。はい。まああとは、あ、器用さ。いや3000円、高いな。あ、高い。革靴か。だったらスニーカー欲しいからさ、ちょっとあと1000円ぐらいバトルで貯めてきますわ。ありがとうございました。はーい。よし、スニーカー買おう。いらっしゃいませ。はい、買います。はい、装備。ありがとうございました。よし、OK だね。じゃあ足立さんのところ行きましょう。まあこれで準備万端でしょう。よし、じゃあ行こうか。おい、買った買った、多分大丈夫。おう、よし。で、さっき言ってた店に入るための柵ってのは何なんだ。マンホールか。おう、これだ。まあそうだよね、マークあったもんね、マップに。おい、反対側手伝えよ。マジか。マジかよ。おお、よく指だけで上げられたな。よし。ん？は？足立さん、あんたも行くのかよ。ああ、当たり前だろ。荒川と話してるのはお前だけじゃねえんだ。やつと警視総監とのつながりを聞き出して、その証拠をつかむ。俺がお前と組んだのはそのためだ。足立さん、定年間際なんだろ。年寄りが無茶すんなって。ん？お前、俺にそんな口聞くのか。誰のおかげで荒川の居場所が分かったと思ってんだ。はぁ、あんただよ。揉めてる場合じゃねえだろ。こっから先は一蓮托生で行かねえと、お互いやばいことになりかねないんだぞ。俺もお前の手伝いをした。だからお前も少しは手を貸せ、貸してくれ。
そう、わかったよ。ははは、このタイミングでか。はい。なあ。けど免許センターのおっさんが警視庁のトップとどんな因縁があるってんだ。知りたいか？ぜひ知りたいね。一連託書ってくらいだから隠し事はなしだぜ。じゃあお前も教えろ。鈴森を撃ったのは誰だ？俺だ。おい、何が隠し事なしだ。ほら行くぞ。くそ。本当にこんなところから行けるのかよ。ああ、あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。ああ、なるほどね。もうここがダンジョンなんだ。へえ。まあレベル上げとお金稼ぎにはちょうどいいよな。で、多分あれだ、アイテムが落ちてる箱とかあるんじゃないの。ああ、いたいた。ボコボコにされてるのか。あ、でもまあまあ強いかもしれない。よし、行くぞ。あ、まあまあ硬いな。行くぞ。破裂魔。俺の番か。してみろ。ああ、俺の番だな。あとはどれくらいお金と。まあそんなにもらえないか。おー、なんかないのか。ある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 。わかりづらい。でも謎のキノコ。そっか、ちょっと目を凝らさないとわからないな。だからね、バトルはね、慣れてくるとそんなに違和感はないんだけど、なんだろうな、動画にするときにまあどうしようかなっては思う。どうするかね。本気出せよ。私さん、技まあ一応あるな。やってやる。あ、三角か。終わりだ。どっからでもかかってきな。遠いよ。これあれだな。ちょっとバトルはなんかあの重要なやつ以外は動画でカットしていくかもしんないっすね。俺の番だな。うん。おーい。あ、レベルアップ。強くなった気がするぜ。いいね。あ、なんかアイテムっぽいの光ってるわ。ここ開かないんだ。回り込まないといけないんだ。まあ全員倒していきましょう。ここにアイテムあったでしょ。あったね。高級ボールか。まあ別にいらないかな。謎のキノコ？謎のキノコって何なんだろう。あ、食べ物か。オッケーオッケー。お、セーブポイント。あ、ああ、回復スポット。回復スポットにアクセスすると、ああ、回復することがねできるんだ。あとセーブポイントね。まあ一応やっておこう。はーい。で回復。まああんまり意味がないんだけど。なるほど。あ、もうここで来たのか。ちょっと全部ダンジョン開けてこようよ。汚れた手ぬぐい。汚れた手ぬぐいは装備かな。ああ、そうだね。オッケー。
うん、あの敵も倒してきましょう。あー、アイテムあるね。高級ボール、まあ別にいらないっちゃいらない。まああれがあることが分かればもう全然技使ってっていいよね。謎の葉っぱ、へえ、うん、じゃあまずは次のダンジョンか次のシーンにね行きましょう。おい、この先は近江の警備が厳しくなるだろう。一度警戒されたら戻ってくることはできない。覚悟はできてるか。あ、行こう。あ、行こう。シンクロした。うわ、そんなとこから出てきやがって。おい、侵入者だ、捕まえろ。ん、警備員なのかな。別にやれ。ああ、警備員だ。おしゃ、死ぬぞ。よし、行くぞ。どうするやんのか。やってやろう。行くぜ。ほら来いよ。やっほー。俺の番だな。ちょっと強かったね、警備員ね。大勝利かてか。うん、結構経験値ももらえた。おい、おい、こいつで最上階に行くぞ。行こう行こう。なんかね、あったよね。そうそう、あったあった。スタミナンライト。こういうところに隠しの何にもないかと。どうしよう。回復微妙だな。もう上に行っちゃおうか。ああ、まだまだ続くよ。ってことか。伸びたシャツ、伸びたシャツか。装備は？あ、入った入った。腰が張るぜ。うん。おい、中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだよ。屋上に出て様子を見るぞ。うん。行っていいのかな？何も言えお前。しびるんじゃねえぞ。ほら、来いよ。まあ、ここはあれだね、バトルのチュートリアル的なところはやっぱあるな。見せてやるよ。まあ、今後こういうダンジョンが多いですよみたいな話だよね。やってやる。ほら、死ねえ。うわあ、ピストル。やるよ。はい、どーん。よっしゃ、うん、おう、春日はこっちだ。くそ、くそ、また来やがった。ここを飛ぶしかねえみたいだな。これ QTE じゃない？おお、高い。あ、QTE なわけないか。多分なんかあるな。あったあった、謎の歯。ちょっと作業感はあるな。
死ねえぞ。おう、4人。よし、行くぞ。はい、よし、タイミングがいいね。成長できると、まあ、これレベルアップすると体力とか MP が回復するのはいいよな。大丈夫か。大丈夫だ。あの階段を降りりゃ幹部会の会長だ。お、こちらは警視庁神楽城、目標のあたり、そこで止まりなさい。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。足立さん、早く行け。俺も必ず追いかける。うん、あ、こっからは一人で行けって。あ、なるほど、仲間から離脱しました。そうかそうか、フライドポテト。あ、でも回復ラッキーだな。これセーブはできないか。あ、でももうこの辺で多分バトルやって、ここがあれか、ここがあのムービーで歌えちゃうところだ。うん、まだここまで、ここぐらいまではね、プロモーションビデオでまだ見れる感じのところだからな。あ、これは違う装備だ。あ、いない？で、ここでセーブはできないと。あ、いるいる。あ、でもアイテムめっちゃあるじゃん。まだ倒そうよ。うん？てめえ何者だ？やってやろうじゃねえか、おい。手加減しねえぜ。こっちを見ろ！よし。大勝利ってか？ガーゼ、スタナミライト、手榴弾。はあ。一回ちょっとまた回復してこよう。よし、じゃあ中に入ろう。おお、頭。沢城の頭。ああ、久しぶりだな、一。いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすなよ。頼りの一つでもくれりゃ、向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る？おいおい、やめてくれよ。このご時世、当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。まあバトルだろうな。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。
それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。まあどれくらい強いかだよな。やってやるぜ。よし、行くぞ。見せてやるよ、こっちは。あ、でも硬い。俺の番だな。見せてやるよ、こっちを。うい。おお、かっこいい。いやー、怖い。QTE 来そうで怖い。女のはどうだ。死ねえ。まあ自由に動けるわけじゃないからね、今回は。動けんのかな。動けないよね。俺の番だな。動けないですよね、ほとんどね。カメラは動かせますけどね。見せてやるよ。こっそりドーン。この程度かよ。よし、いざ。見せてやるよ。いけいけ。これで半分か。ジャストガードをちょっとタイミングが分かれば、まあそんなになんかめちゃくちゃ強いって感じはしないね。おい。でも硬い。俺ならどうだ。なめんなよ。頭の気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。俺の番だな。なんかちょっと面白かったな。見せてやるよ。なんかあの顔だけオーラがないの面白いね。危ない。危ない。いざ。見せてやるよ。こっちを。はい、ドン。これあれだな、お金貯めてスロットで、あーミスった。スロットでめっちゃメダル出してたらさ、超余裕だったんだろうな。あー、おっきい5000円。そしていいね、7770円だ。おー、いいじゃん。やった。よっしゃ。うん、レベルアップ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。イチ、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おー、かっこいい。おやつさん、どなたかね。これは失敬。私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、全ては予定通りです。すまねえな、一。死んでくれ。